背中には広がりと厚みがありますが、今回は厚みを作るおすすめの種目を紹介します。正しいテクニックを使って背中を鍛えられていますか？背中の厚みがもっと欲しい人、どうやって鍛えればいいかわからない、科学的にちゃんと信頼されていて安全な鍛え方をしたい、そんな効率重視のトレーニーの人、この動画では科学的に示された根拠をもとに安全かつ効果的な背中の厚みの作り方とおすすめの種目を紹介します。背中トレーニングの多くでは、背中にある多くの筋繊維が活性化されています。背中の広がりに最も貢献してくれるのは広背筋ですが、背中の厚みに最も貢献してくれるのは僧帽筋です。2000年のバスキーたちの発表した筋電図分析では、この僧帽筋は上部、中部、下部の3つに分けられることを示しています。僧帽筋の上部は筋電図分析を見ると、シュラッグやフロントレイズ、デッドリフトで強く活性化されていることから分かる通り、肩をすくませる肩甲骨の挙上でアクティブになります。中部、下部はリバースのマシンフライで最もアクティブになっていることからも分かる通り、肩甲骨を寄せるような内転の運動に深く関わります。加えて下部は肩甲骨を下に下げる下勢にも関係しています。背中の厚みは僧帽筋ですが、その中でも中部と下部が重要です。上部はあまり背中の厚みには貢献してくれません。中部、下部ともに肩甲骨の内転に関係しているため、スポーツサイエンティストのマイク・イズラテル博士は、背中の厚みは水平プル、つまりローイング系の種目で作られると紹介しています。広背筋は上から下でしたが、僧帽筋は前から後ろに引っ張る運動で強く刺激されています。加えて僧帽筋ほど重要ではありませんが、背中の下の方にある脊柱起立筋は腰椎の伸展により収縮します。ローの時にフィニッシュで上半身を起こすと脊柱起立筋も収縮します。厚みを作る僧帽筋の中部と下部は前から後ろに引っ張る運動で主に活性化される。これを忘れないでください。当たり前のことかもしれませんが、たくさんの人がこのことを忘れて非効率的なトレーニングをしています。マイク・イズラテル博士は、地球上の 95% のローはストレッチ不足と許容できないほどのチートを使っていると話すように、チートありきのフォームだったり、ストレッチを殺しての背中トレーニングが流行しています。例えば体を起こした状態でウエイトを引っ張ると、水平外転とダンベルの負荷が正反対の向きになりません。これにより僧帽筋中部や下部の厚みに貢献してくれる部位よりも僧帽筋上部に負荷が乗ります。そのため効率的に背中を鍛えられません。フィットネスの世界的な権威でボディービルダーでもあるブラッド・シェンフェルト博士も、体を起こした状態でのローはやるべきではないと紹介しています。ローをするときはダンベルの物理的な負荷と水平外転がちょうど逆方向になるように、上半身の向きと地面を水平にします。そして背中を収縮させたまま引っ張らないでください。2021年10月30日に公開された最新の筋肥大のための可動域についてのレビュー研究では、筋肉の成長には広い可動域とストレッチが重要であることが示されています。筋肉は伸びてから収縮することで力を発揮します。つまり収縮させたまま引っ張っても筋肉は全く成長しません。スタートでは肩甲骨を開いて、フィニッシュでは寄せて収縮させます。これが最も効率的な背中の厚みを作るトレーニング法です。バーベルトレーニングは最もローディング、細かい重量設定に適した種目です。2.5 キロずつ、5キロずつといったように自分に合った重量を扱うことができます。アメリカ運動評議会エースの筋電図分析では、僧帽筋中部に強い刺激を入れることが示されています。細かい重量設定ができるため、プログレッシブオーバーロード計画を立てるためのメイン種目にすることもでき、例えば30キロが10回上がったら次回は35キロを10回上げるといったことも簡単にできます。先ほど紹介した重要なポイント、地面と上半身を水平にすることと、スタートで自分の背中のストレッチを感じることが重要です。マイク・イズラテル博士のベントオーバーローを見てください。彼は上半身と地面を水平にしていることがわかります。これにより腕を伸ばした時に背中が最大限ストレッチします。そして扱っている重量も見てください。まあ、正確にはわかりませんが160ポンドぐらいだと思います。だいたい80キロぐらいですね。彼の体重は235ポンド106キロです。つまり彼のような超上級者でも正しくやればそれぐらいの重さです。
多くの人はだいたい自分の体重の半分くらいで十分だと思います。マイク・イズラテル博士はより強く背中をストレッチさせるために背中を丸める方法も紹介しています。これほど背中は丸めなくてもいいですが、最低でも背中は地面と水平にする必要があります。そして軽い重量、直径の短いウェイトプレートを重ねることで地面と接触するまでの距離が長くなり、わずかに可動域を広げることができます。そしてマイク博士のように地面に台を置くことでより高さが出るようになり、ストレッチ感が強くなります。この方法も背中を鍛える上でとてもおすすめです。間違ったフォームは足を開きすぎたり、グリップが開きすぎていることです。足が開きすぎると自分の背中と地面の高さが出なくなり、ストレッチも弱くなります。手幅をワイドにすると腕の長さを活かせなくなるため、地面にバーベルがつけられなくなり、これもストレッチがなくなります。足幅は肩幅と同じかそれよりもナロー、普通に立っているような狭いスタンスでやりましょう。手幅は肩幅と同じにします。ストレッチをスタートでかけてから自分のお腹に向かって引っ張ります。この種目は腰を結構痛めやすいです。テクニックが十分になるまで軽い重量から始めましょう。間違ったフォームは先ほど紹介したような間違いです。上半身を起こした状態のままで引っ張っていること、背中を収縮させたまま地面にウェイトをつけずに引っ張っていることです。60キロとか80キロでベントバールをしている人は結構いますけど、多くの人はこの2つのうちどちらかをやっています。ベンチプレスを大胸筋につけるようにスタートでは地面にウェイトをタッチさせてから引っ張ります。そしてバーベルのベントバーローに特に多いのがデッドリフトのようにヒップヒンジを使って大臀筋の力を使って持ち上げることです。デッドリフトでは正しいやり方ですが、ベントバーローの時はただのチート行為になってしまいます。下半身の力には頼らず背中の力だけでウェイトは持ち上げるべきです。続いてのおすすめの種目はシングルアームのダンベルローです。ベントバーローはとてもいい種目ですが、間違ってやり方をすると腰を痛めやすいトレーニングでもあります。そのためウェイトを持ち上げているときは常にフォームを意識しながらトレーニングを行う必要があります。シングルアームのダンベルローやマシンのローのときは腕を支えにしたり、マシンにサポートがついている場合があります。これによりベントバーローよりもはるかに安全にウェイトを持ち上げることができて、自分の意識をフォームよりもウェイトを持ち上げることに集中することができます。筋肉を効かせるように意識したり、フォームに意識しすぎると重量が落ちたり回数が減ることは科学が裏付けています。そのため怪我しないようにフォームを意識することは非常に大事ですが、ウェイトを持ち上げることに集中するとパフォーマンスがより向上する可能性があります。シングルアームでやることでウェイトを持たない手で体を支えることができます。加えて片方ずつやる種目は非対称性を直せる可能性が高いです。例えば左よりも右の背中が大きい場合は、まずは力の弱い左をやって、その後右のトレーニングを行います。左が10レップできた場合、右はどれだけ余裕があっても10レップで止めます。これにより RP の関係から左の方が成長しやすい場合があります。間違ったフォームとしては足を開きすぎることです。このトレーニングでも一度ダンベルを床につけてから引っ張るのがおすすめです。強いストレッチを入れるためにはベントバーローと同じですが、背中と地面の距離をできるだけ空けます。開きすぎるとすぐに地面と接触して可動域が減るため筋トレ効果が減少します。そして上半身を起こしたまま引っ張らないでください。ダンベルラックに手をかけながらこのトレーニングをする人もいますが、最初に話した通り背中の厚みを構築するためには非常に効率が悪いです。ベンチ台を使った方が背中を水平にできます。フィニッシュで脊柱起立筋を収縮させるために少し体を起こすのはいいと思いますが、最初は背中と地面を水平にして背中にストレッチをかけられるようにします。シーテッドローは最も可動域とストレッチポジションが強い種目です。当たり前のことですが、ベントオーバーローもダンベルローも地面にウェイトが接触することで負荷がなくなり、可動域もそこでストップすることになります。つまり可動域は足と同じ位置までになりますが、シーテッドローはそれよりもひどい可動域を取ることができます。2005年に行われた筋電図分析では、5種類の背中の種目で筋電図分析を行ったところ、シーテッドローはベントオーバーローよりも広背筋の筋活性が強いことが分かりました。これはシーテッドローはベントオーバーローと違い、柔軟体操のように体を前のめりにすることで普通のローの種目よりも肩関節の内転範囲も広くなります。
これにより広背筋を活性化できるため効率的に背中の筋肉を鍛えることができます。間違ったフォームとしてはストレッチを殺さないでください。収縮させたままのプルはもちろんのこと、体を前傾させてストレッチをしっかりかけましょう。ケーブルフェイスプルには2つのやり方があります。1つ目は高い位置から引っ張るもの、もう1つ目は自分の大胸筋の高さから上に引っ張ります。どちらも三角筋後部を鍛えますが、高い位置から引っ張ると肩甲骨の内転や肩関節の水平外転により近い運動になるため、僧帽筋チューブと三角筋後部をターゲットにできます。低い位置から引っ張るフェイスプルは肩を回転させる外転動作に近くなります。これにより三角筋後部と三角筋チューブを強く刺激できます。もちろん両方とも僧帽筋は鍛えられますが、より的を絞ってトレーニングをしたい場合は高い位置から引っ張るのがおすすめです。間違ったフォームは高重量のチート行為だと思います。体の勢いを使ってウェイトを持ち上げるのは、ウェイトの負荷が他の筋肉に逃げていることを意味します。背中の厚みを鍛えるトレーニングで重要になるのは、背中と地面を平行にすることです。これによりウェイトの重力と背中の力がちょうど反対方向になります。そして科学で示されている通り、広い可動域とストレッチが重要であるため、扱う重量よりもまず先にこの2つが確保できる種目を選びましょう。背中トレーニングのミスの多くはこの2つが間違いなく少なく、筋肉の発達には非効率的であることが科学的に証明されています。ストレッチが重要と言いましたが、フィニッシュではしっかりと体にバーをつけて収縮させます。この動画を参考に皆さん背中の厚みをぜひ作ってください。